今日はですね、N1 でランチを食べてみようということで、ちょうどですね、羊山の桜も満開です。で、我が家の空くんもお出かけしたいということで、一緒についてくるのかな、空くん。お出かけですか、今日。じゃあ一緒に行きましょう。で、羊山まで行きますか。歩いてください。頼みます。はい、今日はですね、羊山の芝桜の丘がそこに見えるんですけども、これですね、これが芝桜の丘を外側から見た感じなんですけども、もうその周りの桜がですね、今日満開ですね。で、こちらがその桜の名所の方なんですけども、ものすごいです。満開になっちゃってますね。こんな感じですね。で、ここでですね、先日、セッティングしましたテーブルと、それと、まあ、やっともう1年越しになってしまったんですけども、ここでちょっと料理なんかを作って、ランチを食べたいと思います。はい、今日はですね、スパゲティでもってカルボナーラを作ります。はい、で、例によって、火は使いません。全部この EF デルタの、バッテリーから電熱給油というか IH クッキングヒーターをつけます。400ml を400入れます。で、それにスパゲティを100人前。
ではいただいてみましょう。カルボナ、本格的なカルボナーラになってます。美味しいですね。より簡単に車中飯ができるようにということで、まあ、準備をしてきたんですけども、まあ、ちょっと忘れ物をしたりいろいろありましたけども、なかなかと野外で食べるのはやっぱり美味しいですね。